臭が三好三人衆が攻めてきたか。この村を焼けと松永久秀様のご命令だ。助け出しに来たぜ。俺たちに任せろ。守るぞ刑事、何としても。助けてくれたか。ありがてえ。やれ。棟梁は三人、奴らを倒せばこちらの勝ちだ。よし、俺は家を守る。お前は皆を誘導する。やれ。バズだ。勝利の外貨をあげるのは我らだ。皆急げ。ここは任せて逃げるのだ。おめえさんたちに出なわけもねえよ。戦わせるわけにはいかねえ。俺たちには俺たちの意地があるだよ。気を伺い、拙者もいつかは上にのし上がる。やれ。そうだな。どうした刑事、息を切らしたか。あいつら、あのおっかねえ松永の兵だべ。やれ。来たか。ああ、仕方ない。うわあ、三人衆がやってきたんだよ。逃げろ。それが生きる術。ついに三流役者のお出ましかい。まだまだ俺たちの根性見せるだ。松永軍の真が見るかいだ。終わりだべ。仕方ない。人質に連れてった御作団をケースだ。人は自分のためなら何でもできる。我もその一員だ。戦乱の世、一体いつまで続くのだ。天下浅野国乱れ、誰かが治めねえ限りはな。Thank you.
ても三人衆だべ。立たなきゃダメ。今度の相手はこの騒ぎの元凶、松永久秀でどうだい？かの共有。よし、俺が偵察に行ってこよう。